広島東洋カープ対中日ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。カープの先発は左の中村、対するドラゴンズの先発は右の藤島、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。さあ、先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で近藤、危ない球、第2球投げた、外側決まってストライク、第3球を投げた、打った、これは強烈、入れば先制、レフトセンター見送った、ホームラン、先制ツーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを完璧に捉えました。今チームメイトが迎えます。今の先制の場面リプレイでご覧ください。右の藤島登板です。期待しましょう。注目の投球です。1回の裏、2点を追いかけます。カープの攻撃、打ちました、抜いていった、ハツキナイスバッティングです。ドラゴンズ、ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー1塁2塁、打ちました、石垣、交代、ヒット、レフト前ヒットになった、レフトバックホーム、林、いいバッティングを見せました。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。打ちました、痛烈、入れば逆転だ、伸びた、センター見送った、ホームラン、逆転、満塁ホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。ドラゴンズ、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー二塁という場面で近藤、アウトロー、スライダーは外れてボール、第2球投げた、打ちました、一二塁間抜いていった、ライトバックホーム、その間に打ったランナーは二塁へ、二塁タッチセーフ、近藤ナイスバッティングです。菊池降板、右の矢崎、今日3番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。投げた、打ちました、これはいい当たり、さらに伸びていく、センター見上げた、ホームラン、ソロホームラン、近藤今日これが2本目のホームラン、ストレートを狙い打ち、素晴らしい一発をベンチも祝福。先ほどのプレーです。ドラゴンズリードで迎える5回です。今日2本のホームランを放っている近藤、初球から打ってった、ワンバウンドヒットになった、近藤いいバッティングを見せました。ドラゴンズリードで迎える7回です。ワンアウトランナーなしという場面で近藤、打ちました、初球打ち、クリーンヒット、バッターランナー1塁、先発決定、2塁へ、近藤ツーベース、ドラゴンズリードで迎える9回です。今日2本のホームランを放っている近藤、スリーベースヒットが出ればサイクルヒットです。打った、これはいい当たりだ、打球はセンター見送った、ホームラン、ソロホームラン、近藤なんとこれが今日3本目、初球から思い切っていきました。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。カープ、何としても得点を挙げたい9回です。バッターは林、打った、溝脇、ボールを取る、一塁へ送る、アウト、試合終了、ドラゴンズ大差で勝利しました。ご覧のように本日の試合は中日ドラゴンズが勝ちました。勝ち投手三馬、負け投手中村恭平でございます。さて、本日のヒーローは近藤、本当に今日は大活躍でした。